日本東京都多摩市長山長山は東京都多摩市の地名。現行行政地名は1丁目から7丁目。郵便番号は206-0025。北の端長山1丁目には地区センターとして商業、業務、医療、行政サービス等の各施設と各となる長山駅が存在し、駅前は時間帯を問わず賑わっている。多摩ニュータウンの 第六十九にあたる駅周辺より南側が新住宅市街地開発法によって整備された新住区域である。北より残った側までの区域は土地区画整理法によって整備され、地権者の自由な裁量で雑多な施設、建物が建てられている。長山2.34丁目は主に九0都公団が建設した大規模な中層。 高層の賃貸と分譲の集合住宅が立ち並ぶ丘の上の新宿区域と土地区画整理事業で整備された都道18号府中町田線沿いの宿と呼ばれた平地部分の区画整理区域とからなる南部の長山5丁目には低層の集合住宅と小建て住宅が建てられ同6丁目の鎌倉街道と尾根幹線に面したあたりは業務、生産工場や商業施設が 複数立地しており、ここが他の外区とは異なる点である。長山駅のある地区センターからは、団地の中を巡り長山南公園などの公園や、学校、隣の諏訪住区、海鳥住区方面に、それぞれつながる歩行者専用道路が整備されている。諏訪とともに多摩ニュータウンの最初の入居地域である。ことから、高齢化が深刻化しているというイメージで見られがちであるが、 実際には、長山全体の高齢化率は17.4%であり、全国、東京都のそれと比較して決して高齢化が進んだ地域と言えない。しかしながら、多摩市の15.8%から見れば、高齢者が多いとは言える。若年者人口割合は10.8%と、東京都、多摩市よりもやや低めであるものの、長山小学校の学級数は一時より増加に、 展示している。これは、長山三丁目のオーベルタマ長山ができたことによる影響があった。児童数の増加に伴い、既存の長山学童クラブ、長山第二学童クラブに加え、2008年4月に、長山小学童クラブが新設された。タマニュータウン最初の開発で、長山19の南東部4丁目に設けられた近隣センターにあたる長山名店街は、 隣り合う諏訪名店街と共に、長山、諏訪団地の中心商店街となっている。一時は空き店舗が目立っていたことからシャッター通りと揶揄される時期もあったが、住都公団が1999年頃に空き、店舗対策を行った結果、店舗の入れ替わりなどもあり、24時間営業のグルメシティを中心に、生活支援系、介護系、 リフォーム系などの商店が軒を連ねる。また、多摩大学や法政大学のゼミの支援などもあり、今では、長山名店街でイベントが盛んに行われるようになっている。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、長山1丁目15番22の地点で20万5千円、平方メートルとなっている。 2018年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。多摩ニュータウン開発によって、地区公園、近隣公園、外区公園の3階層の都市公園が計画的に配置され、緑豊かな街並みとなっている。また、UR 賃貸住宅や分譲団地などの私有地内でも誰でも、 利用可能な状態になっている公園が多くあるのも、この地域の特徴である。ありがとうございます。